私が、松さんの声を初めて聞いたのは、うん、新曲総会ポリフォニカの、うん、コーディカルテアパラグランジェスコーディカルテアパランジェス違うコーディカルテアパラグランジェスです長いねこれ長いですプライドが高いけど可愛いところもあるいわゆるツンデレキャラな部分に心を奪われました。ありがとうございます。そのため、松さんが演じるキャラといったらプライドが高いツンデレお嬢様系というイメージがあります笑ってるけど、そこで戸松さんに質問なのですが、へいへい、自分が演じやすい性格のキャラはどんなキャラですかといただきました、うん、あーなるほど、うん、あでもその新曲総会ポリフォニカのそのコーティカルテアパラグランジェスという役はですね私 の本格的にデビューさせていただいた作品で初めてあの名前のある役であの出演させていただいたすごくこう大切な思い入れのある作品なんですが、うん、そのキャラクターがすごくこう強気なキャラクターだったので、そこから始まりだったんですが、でもやりやすいキャラクターっていうとでも結構ギャグじゃないんですけど、スポーンととある部分で、突き抜けたキャラクターがやっぱすごくやってて楽しいなとは思いますね。トマちゃんの演技を聞いてると、はい、すごい勢いがあってバーンっていくよねどんなキャラクターとかでもイノシシみたいなちょっとツモ押しみたいなちょっとツモ押し今こういう風になんかお話を聞いてても、はい、すごい思い切りがいいというか。本当ですか。はい、なんか聞いてて楽しい。ありがとうございます。今回トマちゃんがゲストということで、はい、何作かのアニメ今出演されてる作品とかも見させていただいて。ああ、ありがとうございます。なんか突っ切る役が多いよね。そうですね。なんかスポーンってバーンって戻ってこないみたいななんかそういう役は多いです ね確かに、はい、自分の意見をスパーンと言っちゃうやつとかね。そうですね。それは何あなたのキャラクターと通じてるとこあるの。あでも自分自身も結構その一つのことに集中してしまうと周りがこう見えなくなってしまってそのまま全速力で 120% で走り切ってしまうタイプなので似てるなって思うところとか近いなって思う部分はすごくたくさんありますね。なんか本当戦う師匠、はいはい、とかも見せてもらってありがとうございますかわいいよねかっこいいよねそうですね結構肉体派な子なので、はい、そういうの見させてもらってでもなんかにゃんこいとかで双子を演じているじゃない。はい、演じさせていただいております。双子を一人で二役やってるっていうのがやっぱすごいなと思って。ああ、ね、そうですね。初めて一人二役という形で双子を演じさせていただいているんですが、難しいよな。はい、ちょうどその双子ちゃんがすごく対極的な性格をしている子で、一人がこうテンションの高いちょっと強気な女の子で、もう一人の子が結構こうボソボソと喋るおとなしめな女の子なので、その二人の子を演じ分けるというか、自分の中でこうスイッチとか部屋が結構違ったりしていたので、演じる上では結構楽しかった部分もあるんですけど、でも苦労した部分もすごくありましたね。どういうところが大変でした？でもやっぱりその温度差ですかね撮れちゃうところは別撮りじゃなくて結構本線で一緒に撮ってしまったりもしていたので、その次の一人で二役本戦で演じなければいけない時は、やっぱりその時にこうテンションの切り替えというか、次早くこっちの部屋に行かなきゃみたいな切り替えが大変でしたかね。はい、あでもそれはそうだね。でなるべく本番とかでも、はい、撮れるところは一気に本戦で撮っていっちゃったりするからね。はい、そうなんですよ。やってる方が大変ほほこう上がって下がって上がって下がってみたいな一番最初にさ、はいはい、一番最初にそのプロとしてねデビューして、はい、そのマイクの前にね立った作品というのは何ていう作品なの。初めてマイクに立たせていただいたのは、学びストレートっていう作品で、本当に女子生徒 A っていう一言とかだったのですが、一言も大変だよね。なんかそういうのエピソードあった？ある？いつ立ってそのいつ入っていいかっていうタイミングが分からなくて、すごくこう皆さんがどういうタイミングでそのマイク前に入っているのかっていうのが、すごい勉強しつつ、でもなんかトントンって肩とかも叩く勇気がなくてなんかこうすごい多分ノイズとかも立てまくってたんだと思うんですが、もうすごく頭が真っ白だったなっていう思い出が。それみんなそうなんだよね。はい、僕なんかもね、昔はアニメーションはなかったからね、はい、みんな外画だったんですよ。
で、あの僕 の、 あの師匠の黒沢亮さん の、 あの連続 の、 あの FBI 特捜班っていうね、あのアメリカ映画のね、あの石井がものねレギュラーがあって、まあ、あの それに呼んでもらってね、であの刑事 A1 とかね、それで呼んでもらってね、でこうあのまあこうあのヘッドホンをしてね、あの外側をやるんだけどね、あの向こう の、はい、あの声を聞かなきゃいけないから、でね自分の番が迫ってきてね、確かねあの、部長なんとかの書類ですみたいな、ただ単に半行ぐらいのねセリフなんだけどさ、ドキドキしてね、それでねあのまあ自分の番が近づいてきたからバッと立ってね行こうとしたらね、あの外側は全部この、ヘッドしてるから、あのあれが繋がってるわけだよ、あのコードがね、キューボックスにね、それにね絡まっちゃってね、それでひっくり返ってね、まあそれが一番最初のねあれなんだ、エピソードなのねそれぐらいやっぱりもうだから宙に浮いてるわけだね、緊張でね、まあそれはもうどんな人も大なり小なりそういうことはあると思うんだけどね、まあそういうことあって、まあ、だんだん慣れてきてね、あれするわけだけど、多分あのアスカちゃんとかマイマイも今やっぱりだんだん現場に出ていくようになってるでしょ、そうなるとやっぱり初めての現場とかも多いと思うし緊張する、そうですね本当もう泣きそうになりますね泣けばいいじゃないですか皆さんは優しいのでこう大丈夫だよってこう言って優しい言葉をかけられの、その言葉がまたこうやめてみたいなね、もう涙目でマイクの前立ってます。本当にいいんじゃない？そうですね、本当にもう本当にね、あすかちゃんは？私もすごい緊張して泣きそうだったんですけどまず現場に入って何をしていいのかが分からなくて、ついてまずどこに座ればいいんだろうっていうのから始まって、でもすごいね、聞きながらすいませんどこが空いてるのかとか分からなくてっていうのはすごい悩んだのはすごい覚えてます。とまっちゃんはそういう時ある？やっぱりありますね。席とかはどこに座ろう？席って困るよね私結構あの現場に入る時間が、あの30分前とか結構早めに入っちゃうので誰もいないことが多いんですね。わかる。でも1人とか2人とかでなので、座り放題だけどどこにしようみたいななので結構無難な位置に結構座ってます意外に無難な位置に座ると意外にあの大御所の方が端っこが好きなんだよねってことでそこに座ってる方がいて、そうですね。でもなんか私はすごくこうベテランの方の隣に座るのがすごく好きなので、いつもあそこに皆さん座られてると思ったらちょっとカバンをさりげなく持って隣行っていいですかたまに席移動しますいいと思う話してて楽しいもんね、やっぱり。そうですね、やっぱ勉強になるのですごく、いろいろとお芝居のこととかも、せっかくこのチャンスがあるならと思っていろいろ聞けるなと思って中本さんと初めて共演された作品は何になるの？何だったっけ、なんか 2,3 本一緒になったね。そうですね、でそこでやったのはなんだか、まあ、マウスでやったのはあれはですね、女子大生会計士の事件簿というドラマ CD でご一緒させていただいて、その時初めてお会いしてどう思いましたか、若本さんのことそうですね、初めてお会いしたのはその前にテレビアニメのカンナギっていう作品で、本当にわずかなんですがご一緒させていただいて、カンナギね、はい、でもその時はこうなかなかお話しするお時間がなくて、本格的にいろいろとお話しさせていただいたのがその女子大生会計士の事件簿の時で、席も隣にまあ席も隣も何も登場人物が少ないからね。そうなんです、5、6人しか出てなくて、まああれも変なって言ったらおかしいんだけど妙な作品だったね。すごかったですね、なんかこうテンポも速くてっていうので若本さんから見たとまっちゃんはどうでしたか？何が？どうでしたかってどういうこと？印象とかいろいろあるじゃないですか。それは可愛いとかそれはあるけど、そういうこと言ったってしょうがないですよ。じゃあもう聞きたいですけど。え、何が？え、だからどんな印象を持ってて、ドキドキ、可愛いな。いやいや、だからその戸松遥というね、その
名前は聞いてましたよ。ありがとうございます。なんか歌手活動もしてるとかね、行ったりしてね、うん、で、あの、ある人から、あの、まあ、あの、もうちょっと早い段階で呼ぼうかなと思ってたのね。あ、そうなんですね。うん、本当はね、はい、ところがその、まあ、その時はちょっと取れなかったのかなんか知らわからないんだけど、うん、まあ、今ある人からね、今一番あの一押しは戸松遥香と男では宮野真守だって聞いたからね、うん、で宮野真守をまず呼んでね、あそこであなたもいたでしょ、あのあそこ、え、あそこってあそこ、あそこってあそこだよ、アバコスタジオだよ。アバコスタジオ。君に来た。もう忘れたのかよ。アバコ？宮野守ゲストに来たよ。はい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 。ね？あれあれ。あの時に呼ぼうとしてたんだけど。あ、そうなんですか。その時ね、ダメだった。はい。スケジュールがね。そうなんですね。うん、そういうようなあの、存在としては聞いてたという、ね。ああ、ありがとうございます。ね